ベステルボッテン公爵グスタフ・アドルフ王子は、スウェーデンの王族。当時スコーニ公だったグスタフ・アドルフ王子と、その最初の日であった、マルガレータの長男として、ストックホルム宮殿で誕生。原告王カール16世、グスタフの父親にあたる。グスタフ・アドルフ、ゲーリング、祖父グスタフ5世国王近年の一部ジャーナリストや、歴史家たちは、 グスタフ・アドルフが1930年代のナチスドイツにおけるナチズムの対等に同調的であったかのように主張している。グスタフ・アドルフがスウェーデンの公式代表としてアドルフ・ヒトラーやヘルマン・ゲーリングなどといった多くのナチス党の幹部に会ったことは事実であるが、グスタフ・アドルフ自身は政治問題に関して話すことはほとんどなく、常実のような事実を証明する書類も全く、 残さなかったため、これらの主張は現在でも推測の意を出ていない。だが、これらの説は、グスタフ・アドルフのスウェーデン国内での不人気につながることとなり、大衆は彼をドイツの王子と呼んだ。しかし、とあるジャーナリストが、実著の中で、当時のスウェーデン国内の有力なハンナチス主義者たちが書いた手紙や、日記の記述内容や、ゲーリングのママコによる、 グスタフ・アドルフとゲーリングの間に確執があったという胸の証言から、上実の説は事実ではないとの反証を挙げている。また、当時の反ナチス主義の新聞も、同説を否定する内容の記事を掲載しており、スウェーデンの裁判所も、ナチスを擁護する、いかなる認識も否定するとの声明を出している。グスタフ・アドルフは、ボーイスカウト活動に従事しており、成人してからは、 スカウトマスターとなった。活動中は、イギリスのギルウェルパークで、この派生を授与されたこともあった。スウェーデン国内で、スカウト団体が創設された際は、初代総裁並びにチーフスカウトに就任した。また、1937年の第5回世界、ベステルボッテン交付祭の墓1947年1月26日、オランダでの狩猟と、ユリアナ・オフト市場。 ベルンハルト夫妻への訪問を終えて、同国から母国スウェーデンに戻る途中、経由地であるデンマークのコペンハーゲン国際空港で起きた航空事故により制御した。乗客乗員合わせて22人全員が死亡する3時で、同期にはアカデミー賞にもノミネートされたことがあるアメリカの女優、ソプラノ歌手、グレース・ムーアも登場していた。グスタフ・アドルフは将来的に大大使及び、 国王の地位を継承する立場にあったことから死去に伴い当時1歳の長男のカール・グスタフが大い継承順位第2位となった。1950年にグスタフ6世やドルフが即位するとカール・グスタフはわずか4歳で王太子孫となった。1932年10月19日20日にドイツのコーブルクでまた10枚である ザクセンコーブルク号竹のシビラと結婚し、ニチナン四条を設けた。マルガレータ、デジレ、クリスティーナは既戦結婚により、王族の地位は保持した者の,の殿下の称号を失っている。ありがとうございます。